2022年3月27日日曜日、クータン。はい。はい、橋ぶとガラスのクッピーと、ラビー。橋ぼそガラスのラビちゃんと、シエンタシレンです。はい、はい。何、ラビー。さっきまでさ、カーカーって泣いてたじゃん。うん、もう一回さ、泣いてみてよ。ダメ？カーカーって泣いてたじゃん。うん。いいの？ん？何でしょ、の声。お膝来る？うん。ご飯？ラビー、ん？ラビー、ラビー、ご飯ですか？うん、なんかちょっと気になる。あ、誰か来たね。誰か来た。ん？誰か来たね。お客さんだ。大丈夫よ、ラビー。警戒してます。外にね、知らない人の車が来たので、お客さんが来たから、ちゃんと誰が来たのって感じで警戒してますね。ってわけでラビー、始めていいですかね。ラビー、落ち着かないね。知らない人がいるね、窓の外にね。あ、お膝来る。お膝の上なら安心だ。というわけで、南風がね、すごくって、ラビ近すぎて映んない。よいしょ。南風がね、すごくてね、すごく、もう家が揺れるぐらい大変だった。ラビがシュッてなってる。シャキーンってなってますね、ラビちゃんがね。ラビー、おいで。ラビー。ラビーのね、ここの羽が取れそうなんだよね。気になるね、それね。お外も気になるね。じゃあさ、ご飯食べてれば、食べてるうちにさ、いなくなるかもよ。どうぞ。うん。食べつつも気になる。ってわけで、昨日はすごい南風で、なんと気温がなんか暑いなと思ったら20度を超えました。急に、もう春のね、三寒四温とは言うけども、にしてもちょっと温度差が激しすぎるね。えラビー、雪が降ったかと思えばいきなりの20度。落ち着かないね。というわけで、ラビー、とりあえず飲んで、食べて。食べないの？食べんの。どっちかにすれば、警戒するか食べるか飲むか。というわけで、もういないじゃん。車がね、違う車が。クーちゃん、お芋くわえたままカーカーしてる。あそこで、あそこで立ち話し、父ちゃんとお客さんが立ち話してるから気になるのか。でもクーちゃんはそれほどでもないね。ナビは？というわけで、カラスなんですが、いつもね、私とクーちゃん、ラビちゃん接しているので、
で私が猫を撮影してるんでね、誰にでもこんな感じなのかなって思われがちなんですが、私以外にはもう全然懐いてないというか、いつも一緒にいるね父ちゃんですら触らせてもらえない、まあ、その動画を以前あげましたけども、本当にカラスはね特定の人にしか心を許さないというかね、懐かないというか、非常に難しい鳥になります。個体差もあるので全く懐かない子は懐かないみたいですね。まあ、猫や犬でもいますよね。すごく懐っこい子もいれば、子犬の時から飼ってるにもかかわらずあんまりベタベタしないっていうね、やっぱ性格の違い、個体差がありますのでね。ラビタン小さい時から飼ってれば当たり前のように懐くっていう風に思われると違うのでね。ねえラビ、まあ、ひなのうちから飼っててベタ慣れになるんでしたら、もう昔からねカラスがペットとして浸透してるはずですよね。浸透してないっていうことは非常に飼いにくいという性質なので、まああのあまりねよく考えずにね、興味本位で好奇心で飼ってみたい、あとはあの自分の欲求を満たすためにっていう感じで飼いたい、所有したいっていうのは私はちょっと好きではないのでね。ラビカラスに関しては特に知能が高いので、心ない人のところでね不自由な生活を送らなければいけないっていう子たちが増えないでほしいって強く思いますので、まあねペットショップとかね展示会なんかで売ってたりとかするんですけど、ああいうのもね早く日本でも規制が入るといいなっていうふうに思ってます。